そして卓球の北京オリンピック代表福原愛選手とアテネオリンピックの金メダリスト王楠選手のプレーの途中で、上着と眼鏡を取って二人に勝負を挑みました。卓球は得意という胡錦涛主席、正確にボールを打ち返し鋭いスマッシュを次々に決めました。我深信两国的青少年代表着两国关系的未来和希望，衷心希望中日战略互惠关系发展的越来越好。